吉田さん、確かにね、そうなんですよ。ビジネスをやる人間にとっては自己責任が全てなんですけども、私やっぱりね、こう、政治の方にちょっと半分入ってるんですよね。だから、さすがにこれじゃあこぼれる人多すぎるよねっていう、ビジネスをする土台の制度が、まあまりにもね、過酷すぎるかなと思うんですよ。本当にこれね、 ある一定の能力がある人だけしか生き残れないようになってて、その普通の人がね、普通の人が普通の暮らしを送っていいはずなんですよ。この国はね。で、ずっとできてたわけなんですよ。対して高い能力もない人が一億総中流って言って、みんな同じ暮らししてたんですよね。でもいつの間にか、あの、できる人のところに財が集まって、できない人は置いてかれて、それを一言で自己責任って言葉になったのは、あの、 まあ、抜けかけっていうんですかね。先に勝てるようになった人が、どんどん権力を積み増していって、自分の席に座って、もう他のね、空いた椅子を廃棄してしまったんですよね。だからそもそも、あの、10人中10人が、あその特質や個性を生かして生きれるようにはなってないんですよ、もうすでに。で、これはね、あの、まあ、私自身たまたま今生き残ってて、あの、 二足三門の暮らしから今ここまで来てるから思うんですけども、え、ここまで奇跡が重ならないとできないのかよと思ったりね、ここまで高い能力の人しか生き残れないのかよと思ったら、あまりにもご無体だなと思ったんですよ。もちろん、自己責任の人が集まってきて、それで、えー、ダメならダメでも、それはしょうがないよねっていうふうに割り切れる人がいるのはいいんですけども、でも結局、そのビジネスっていう船から降りたところでね、この国っていう船から降りられないわけなんですよね。 そう考えたらあまりにもちょっとむごいなと。で、私が思うのは、あの、やっぱり多くの人がビジネスを成功するためには、ほとんどの人が余銭に持っている、ね、余った銭を持っている必要があるかと思うんですよ。それこそ食べるので精一杯だといや、本当になんかね、100円だって200円だって投資に使うお金がないみたいな、もう再起不能っていうね、そういった人もいて、 でも、そういうところから早かった人もいるよっていうふうな、その特殊な例を一般的な人に向けてしまうっていうのがね、またご無体だな、というところですよね。まあ実際、生活保護に落ちてしまったというかね、落ちるっていう言い方もまた適当じゃないんですけども、生活保護から抜け出さなくなっちゃった方を何名か、まあ私のアイデアでね、あの、所得の上がるようなところに来ていただいたところを見ると、 あ他者の力がないとダメな人もいるんだと。そしてその他者の力があればなんとかなる人もいるんだなっていう見方ですかね。あのビジネスは甘くないって言えばなんかねそれで話終わっちゃうんですけどももっともっと甘っちょろいビジネスがうまくいったらいいのかなと思うんですけどね。<laughs> うん、それこそあの小学生の子供が路上でインスタントココアを売っても100円もらえるようなぐらいのね あの甘さがビジネスまあ今はそういう状況ではないんであのなんとかね特徴のない人でも生き残っていけるような方法を模索してるところですけども今のところはやっぱりねあの強い特徴のある方じゃないとなかなかねあの第一歩が記せないってところなのかなと思いますよね、うん、やっぱハワイで衣装売る人じゃないと生き残れないとかね普通の人なんだけども 誰もが真似できないようなところまで反復を繰り返して継続を繰り返すしかないとかね。いや、継続ほとんどの人はできないですからね。うどうしましょういってらっしゃい。